Hi everyone, it's Akiko. How are you doing? 皆さん、こんにちは。英会話ハイキングのアキコです。お元気ですか？今日私がお話ししたいことは何かというと、英語の発音がネイティブみたいだからといって、必ずしもコミュニケーションに花が咲くとは限らないっていうことについてお話ししたいと思います。これはどういうことかというと、ちょっと私の過去の事例をお伝えしたいと思います。それに基づいてどういうことかっていうのをちょっとお話しします。過去の事例というのは私が、大学生の時の話です。私はですね、今はハイキングとか山のガイドをしつつ英語を教えるっていうことをしているんですけれども、子供の時から映画がすごい大好き でそれで東京に出てで、学生の時から映画に関わる活動とか自主映画の上映会とか映画祭のお手伝いとか仕事とかっていうのをしながら、で卒業した後も映画の制作配給の会社で働いて映画に関わる仕事に携わっていたんですけれども、でその時学生の時ですね、そういう活動をしていたので、とある新人の映画監督の方と出会って、その方のお手伝いとかをよくしてた時があったんですね。でその方の映画がカナダのトロント国際映画祭という映画祭が結構有名な、映画業界では有名な映画祭があるんですが、その中の新人部門で上映されることが決まったんです。でその監督もその映画祭に招待されていて、ただその方はあまりというか、英語が話せないということを心配していて、で誰かお手伝いで来てくれる人いないかなと思ってたそうなんです。私に声をかけてくださって、あきこさん興味ありますかって、ちょっと手伝いも兼ねてお金出せないんだけど、ちょっと経験になるから来ませんかっていうふうに声をかけていただいたんですね。で、私はすごいそんな機会ってないと思ったので、はい、来ますって言って、アルバイト代を使って一緒に行ったんです。でその時のことなんですけれども、私は、英語はその当時今に比べたら全然できないんですけれども、とはいえ、一般の人よりかは英語ができる方だったんですね。で発音とかは比較的発音を真似るのがすごい得意なので、私は英語っぽい発音ができるというのかな、いわゆる英語圏の人とかネイティブっぽい感じの発音で、ちょろちょろっと話す分には英語上手だねっていう言われる感じだったんですね。で自分もそういうことにこう上手いっていうふうにちょっと思っておごりがあった部分もあったんですけど、実際どのぐらいできたかっていうと、そんなに流暢に話せるわけではなかったんですけど、とにかくそういう状況だったんですよ。で現地に行って、でその監督にくっついていろいろちょっと通訳的なというかアテンドしたりとか、いろいろ聞いたりとかお手伝いとかをしてたんですけど、その時に他の国から来ているプロデューサーの人とか監督とかスタッフの人とかと、ちょっと懇親会みたいな感じでお話しする時があって、間に入って通訳的なことをしてた時があったんですけど、なんか私はうまく通訳できなかったんですよね。なんていうかな、通訳ができなかったんですけど、なんでかっていうと、私は映画が好きではあったんですけど、そこまでまだ映画のこと詳しくなくて、映画の話で盛り上がれなかったんですよ。で、その私のついていた日本人の監督の人は、英語が全然できない、ハローとかサンキューとかは言えるんですけど、ほとんど会話にはならないんですけど、だけどその人は私なしで他の国のプロデューサーとか監督の人とかと盛り上がってたんですよ。でこれは何かなって思った時に、その監督の人は好きな映画のタイトルとか監督の名前とかをこう羅列するだけで、それだけで盛り上がれてたんですよ。ちょっと極端な例かもしれないんですけど、結局それを見た時に、英語って所詮ボックス箱なんだなって、容器なんだなって思ったんですね。中に何を入れるか、何が入っていることかっていうのがやっぱり重要で、つまりその監督の人はその入れる箱は
なんかこう良くないあるいはない状態なんだけど、入れたいものはいっぱいあるっていう状況。つまり目の前にいる相手との共通の話題として、まあ、映画の現場ですから世界中の人たちはやっぱり共通のこう巨匠って言われる、みんなが憧れるあるいは尊敬する監督がいたりとか、あのタイトル言っただけで、ああもうこれは名作だよねっていうような映画とかがあるわけですよ。そういうタイトルを羅列するだけで、まあ、簡単に I like 何とかとかって I like そう I like 黒沢、まあ、黒沢って言うと黒沢明監督のことで、もうそれは世界中の人たちがみんなもう常識として知っていることなんですけど、まあ、そういう話をしたりとかするだけでもうすごい盛り上がるんですよね。で私はその当時なんか映画っていう華やかなことだけになんかもっとフォーカスがいってたというかな、なんか それでそんなにすごいじゃあ映画のこと詳しいかっていうとそうでもなかったので、いやなんか黒澤明監督の映画とかも黒澤っていう名前は知ってるけど大して見たことないなって、全然盛り上がれないとか、なんかそういう状態だったんですよ。だから英語が話せるのに表面的なことはなんか話せるんですけど、深いことについては全然話ができないから、他の人と一緒にあのその何て言うかな、他の映画祭に来ている方々と何を話していいか本当わからないっていう感じだったんですよ。だからだけどその一緒に私が同行していた日本人の映画監督の方はもちろんなんかこう会話っていう会話にはならないけれども、なんかこう相手と心が通じ合う状態を作れてたんですよ、自然と。それはやっぱり、まあ、その場はあそやっぱりそれはその人が映画っていうことをキーワードにして、例えばタイトルなり監督の名前なり役者さんの名前なりっていうのを具体的なことを持って言えたから心が通じたんですよね。いや僕もそれ好きだよって Me too みたいな感じでなるわけですよ。あのなのでちょっとうまく言えないんですけど、ちょっとこれについてもう一回またビデオ撮り直そうかなと思うんですけど、なんかねその英語ってやっぱり所詮本当にボックス箱だな、入れ物なので、何を入れるかって相手を目の前にしてその人に対して言いたいことが何なのかっていうのがないとコミュニケーションってやっぱり花が咲かないなっていうのを私は本当に如実にあの時もう衝撃的に感じて、あれはあの体験は本当今でも忘れないんですけど、なんかねそういうのをちょっとシェアしたいなと思って、このビデオを今サクッと撮ってみました。ちょっとうまく言えないのでまた今度これに関してはビデオを作ろうかなと思ってます。そうだからよくいや英語で何を話していいかわからないっていう方よく、ね、生徒さんとか参加者さんとかで多いんですけれども、それは英語で何を言いたいのかわからないじゃなくて、そもそもその人を相手を目の前にした時にその人に対して何を言いたいのかとか、どんなことを相手に対して伝えたいのかとか、相手のことについて何を自分は知りたいのかっていうことを先にまず考えた方がいいんじゃないのかなって思うんですよ。ものがその後に英語っていうので英語っていう言語でどうやってじゃあそれを表現するのかっていうことなので、ちょっと順番が逆なんじゃないかなって。英語を話すっていうことが目的ではなくて、英語で言いたいことを話したい、それが目的で、それを伝える手段として英語っていうことなので、目的と手段がちょっとみな英語でつまずいてる方って結構こう逆転しちゃってるんじゃないのかなって
思うことが、まあ、自分も含めなんですけど、あのだなっていうのをちょっとふと感じて、ふっと思ったので今日はそのビデオを撮ってみました。ちょっとね、なんかごめんなさい、あんまりうまく表現できなくて伝わってるかどうかわからないんですけど、まあ、ちょっととりあえずあの自分の備忘録も兼ねて、このビデオを撮ってみましたということで、ご視聴ありがとうございました。またちょっとこれについては改めてビデオを撮り直して、もうちょっと考えを整理して分かりやすく伝えられたらいいなと思っています。ではでは、 Thank you so much for watching today and please have a lovely day。 じゃあ皆さん、また次のビデオでお会いしましょう。良い一日を。バイバイ。 See you soon。